カラダン川、別名キサプナディ、ベイノ川、バウィヌ川、コロディネ川は、インドのミゾラム州東部と、ミャンマー西部のチン州、ラカイン州の間を流れる河川。カラダン川は、インドでは、チムトゥイプイ川と呼ばれる。支流のティオ川と合流する北緯22度47分10秒から、北緯22度11分06秒までの区間は、インドとミャンマーの国境をなしている。 1904年当時、カラダン川は、ベンガル湾に面したミャンマー西部の港湾都市である、シットエから、インド東部のミゾラム州に入る経路になっていた。カラダン川は、ミゾラム州最大の河川であり、州の南東部を流れている。この川は、チン州中央部、北緯22度49分28秒、統計93度31分57秒に発し、最上流部では、 ティミット川と呼ばれるが、南流して、さほど行かないうちにチャル川と合流し、そこからは、ボイヌ川となる。なおも南流し、北緯22度08分40秒、統計93度34分30秒付近で、東江川と合流すると向きを変えて西へ流れる。さらに西に進んで、北緯22度05分20秒、統計93度14分12秒付近に至り、 北西に向きを変える。北緯22度11分06秒、統計93度09分29秒付近、パビパ山のふもとで北に流れを転じ、インドとミャンマーの国境となる。北緯22度47分09秒、統計93度05分47秒付近まで、北流し、そこから、国境はそのまま北イティオ川沿いに、北へ伸びていくが、この辺りで、 ボイヌ川という名になっている。この川は、北西に流れて、ミゾラム州に入り、カラガン川と呼ばれるようになる。北緯22度58分21秒、統計92度58分55秒付近で、最も北寄りの地点に達し、そこから南西に向きを変え、ウガン川からトゥイチョン川が合流してから南流する。北緯22度43分39秒。 東京92度54分46秒付近で、右岸側からマット側が合流する。さらに南流し、右岸側からカウルティンデン側が合流する。その後、ケンカールの北西、北緯22度03分40秒、東京92度51分05秒付近の、ライタウの渡しで、再び陳州に入る。北緯21度06分56秒、 東京92度57分42秒付近で、左岸側から三河が合流する。五画目から、この川は、ミャンマーのラカイン州に入り、そのまま南流して、執刀へで、ベンガル湾に注ぐ。インド政府は、インド東北部とミャンマーの物資輸送環境を改善するために、カラダン川複合輸送計画を進めており、コルカタと執東洋を回路、そこからカラダン川を経由して、 チン州、パレワへいたり、そこから陸路で高速道路によって、ミゾラム州に至るというルートの整備を進めている。しかし、ミャンマー側の地域内において、国軍と反政府勢力アラカン軍との戦闘が激化し、工事関係者の安全を守るために、工事の進捗は大きく遅れている。ありがとうございます。